ナオピーチャンネル。どうも、ナオピーです。今日はですね、新しい野球道具を買いました。久しぶりですね。ね、何を買ったとかと言いますと、この間ですね、球児先生って、大阪の梅田の駅前にあるんですけど、あそこ行った時にね、見つけてしまったんですよね。僕以前でも道具紹介でもお伝えしたんですけども、結構コスパのいい野球道具を買う傾向があるんですよ。なんで視聴者さんにはとても面白くない動画、皆さん手に届く範囲のものを買ってるんで面白くない動画になってしまったと思うんですよね。で、僕もね、そんなにね、あれなんで、で、球児先生に行ったらあったんですよ。あれがあったんですよ。めっちゃ安くて、なんと水のプロのバッテが税込み4000円であったんですよ。それもすごくないですか。これ多分正規品じゃないんですよね。そこがいい。そう、そこがいいんですよ。っていうことでね、今日はこの水のプロのバッテついに手に入りましたね。これ見てください。これ、この光り輝く水のプロのマーク、これね、めっちゃいいっすね。やばいっす。このカラーリングもね、ヤクルトの雄平選手が多分何シーズンか前に使ってた色合いだと思いますね。黄緑色ね。これ水のパワーアークライン、これがね、水野の素晴らしいとこですね。このアークラインがこの力を握ってね、力を出すっていう、素晴らしいですね。素晴らしい、このパワーアークラインがね、いいと思います。はい。でね、ちょっと至らない点がありまして、これね、見つけて興奮したんですけど、ちょっとサイズ2サイズぐらいでかいんですよね。これ僕手ちっちゃくて25ぐらいなんですよ。これ27あるんですよね。ちょっとブカブカであれなんですけどね、これパークラインのそれ意味ないんじゃないかと思うんですけどね。そこはちょっと使ってみての感じ、小さすぎたら破けちゃうんで、小さすぎた方がいいっていう人の話も聞いたことあるんですけど、ちょっと締め付けられた方がバッテは効果を発揮するよって言われて、昔パワークライン、この水のプロのバッテ僕持ってたんですよ。学生じゃないわ、社会人の時に持ってたんですけど、その時ね、確か3試合ぐらいで破けちゃったんですよね。キツキツの使ってて、見せてこの辺破けるんですよね。夏場汗かいた後とかで、カピカピになると、これすぐ破けちゃうんですよ、この水のプロの皮って。ねえ。で、これからこれどうなるか、ちょっとわからないんですけど、ちょっと使っていこうと思います。もうカラーリングがこれ最高なんですよね。で、これ相場、多分正規品じゃなかったら多分7000円以上すると思うんですよね。なんでこのカラーリング最高なんでね、ちょっと使っていこうと思います。で、本当にね、ちょっとブカブカなんですよね。他の指はいいんですけど、親指、僕の親指って結構いびつな形してるんですよ。こうちょっとこうなってて、短いんですね、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ短いんですよ。これ、指ズボンもめっちゃ弱いんですよ、僕。めちゃちっちゃいから。これ、はめたらね、鬼のように余るっていう。これね、あれなんですけど、安かったんでね、買っちゃいました。水のプロ好きなんで。元々は水のプロ、水の好きなんで、
水のプロで全部揃えてオーダーとかしちゃうと多分総額10枚以上かかるじゃないですか。もう そんなに僕のあのないんで、こういった隙間を狙って今後までね野球道具を揃えていきたいと思います。はい、ということで今日の動画は以上になります。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。デイクリストというメーカーなんですけど、グローブ作ってるんでぜひ、はい、どうよろしくお願いします。はい、ホームページあるんでぜひいろいろ見てもらえたらと思います。グローブちょっとチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。サブチャンネルもやってます。で、TikTok もやってます。いっぱいやってるんでよろしくお願いします。今日の動画は以上になります。